everyone. Game Seekers のニックです。ゲームシーカーズのニコです。今回ご紹介するのは、Blue Isle Studios のホラーゲーム、Slender the Arrival。2013年にリリースされ、人気のインディーゲーム、Slender the Eight Pages の続編として知られています。不気味な雰囲気、そして有名な都市伝説である Slender Man に狙われる緊張感のあるゲームプレイが体験できます。スレンダーマンは映画館に登場するスーツの人だよね。多分ニコが言っているのは映画泥棒ね。確かにスーツは着ているけど、スレンダーマンとは違うよ。スレンダーマンとは顔がなく身長が高くて、彼の触手で子供たちを誘拐し、人々を狂気に陥れる悪魔のような存在。Slender the Arrival では、スレンダーマンという不気味な伝説に関連しており、ケイトの失踪を探すローレンという若い女性が主人公。いくつかのチャプターに分かれており、各チャプターで異なる場所を探索し、スレンダーマンに拉致されたケイトの後を調査していきます。Slender the Arrival のゲームプレイは、探索、パズル解決、サバイバルホラー要素を含んでいます。プレイヤーはゲームの世界に散らばる様々なアイテムと文章を収集しながら、ゲームが進行するにつれて、よりアグレッシブになるスレンダーマンを避けなければならない。スレンダーマンと対峙したり、見つかったりするほど、プレイヤーは狂気に陥り、最終的にゲームオーバーになります。物語は恐怖と緊張に焦点を当て、スレンダーマンの神話を効果的に利用し、本格的に不気味な雰囲気を作り出すことで、ホラー好きやファンの間で高い評価を得ています。怖いね。スレンダーマンは本当にいるの？スレンダーマンはインターネットミームとして誕生し、後にクリーピーパスタとホラーフィクションの一部として一般的な存在となりました。このキャラクターは2009年に Something Awful フォーラムで創造され、スレッド Create Paranormal Images の一部として生まれました。スレンダーマンは普通の写真に超自然的な要素を追加するフォトショップのコンテストから誕生しました。そうなんだ。つまりスレンダーマンはインターネットの中で誕生したんだね。でも誰が彼を作ったの？それはいい質問だね。このキャラクターを作成したのはエリック・クネッツェンという人で、彼は顔のない背の高い細身の姿に触手のようなものを持つ2つの白黒の画像を提出し、これにフィクションのキャプションを追加して写真に不気味なストーリー要素を組み込みました。これらの画像は急速にオンラインコミュニティ内で人気を得て、スレンダーマンはキャラクター自体がオンラインコミュニティで認知され、他のユーザーはこのキャラクターを取り入れた自身の物語やアートを提供し始めました。時が経つにつれ、スレンダーマンの神話は成長し、ファンはこの不可解な存在に関する豊かなバックストーリーや伝説を展開させました。スレンダーマン神話の一般的な要素には、人々を操る能力、子供の失踪との関連、森や暗い場所との結びつきが含まれています。スレンダーマンの人気は最終的にはビデオゲーム、ウェブシリーズ、そして2018年の映画スレンダーマンの制作につながりました。ただし、スレンダーマンは架空の存在であり、その影響と現実の出来事への関連性がデジタル時代におけるフィクション、現実、信念の曖昧な境界について重要な論理的な問題を持ちかけ、ホラー文化の中で持続的なキャラクターとしての地位を築きました。スレンダーマンは様々なテーマと恐怖に対するメタフォーに過ぎない。その象徴的な意味は個人によって異なることがあります。メタファーって何？メタフォーとは何かを他のもので例えることだよ。例えばニコはふわふわのテディベアな存在。テディベアは安心感があって可愛くて人々の心を温かくします。
同じようにニコも可愛らしくて人々を幸せにする存在という意味だよ。なるほど。ニックにとってニコはふわふわなテディベアな存在なんだね。いや、ただの例えね。別にテディベアが好きとか言ってないよ。ふーん。何なんだこの疑惑の視線は。はい、とにかくメタフォーの意味が分かったかな。なんとなく。なんとなくかよ。はい、話を戻そう。スレンダーマンに関する解釈とメタフォーを説明していこう。あくまでも個人の解釈です。日夜の恐怖、スレンダーマンの神秘的で顔のない外見は日夜の恐怖を象徴しており、私たちが理解できない存在や力が闇に潜んでいる可能性を表しています。インターネット文化、スレンダーマンはインターネットが都市伝説や神話を作り出し広める力のメタフォーとして解釈できます。彼はインターネットミームとして誕生したため、オンラインコミュニティが共同で伝説や神話を形成できることを象徴しています。子供時代の恐怖、スレンダーマンは子供たちの誘拐と結びついており、多くの人々が子供の安全性に対する恐れや悪意ある存在が子供たちを脅かす可能性に対する原始的な恐れを表しています。コントロールの喪失、スレンダーマンが人々を操作し影響を与える力は自己の行動を制御できなくなることに対する恐怖を象徴しています。スレンダーマンを信じる人々は自分の選択肢を奪われたり望まない行動に追い込まれることを恐れる可能性がある。スレンダーマンはインターネットのキャラクターで実際には存在しないことを覚えておこう。でも人々はスレンダーマンの物語を楽しんで話し合い、時にはそれが問題を引き起こすこともある。実際に2014年のウィスコンシンに起きたスレンダーマン殺傷事件では、スレンダーマンに影響を受けた少女たちが問題を起こしました。つまり私たちは楽しいお話と現実を区別する能力が大事だと思うね。そしてインターネットやお話が現実に影響を与えることがあるので、それには慎重に接することが必要。つまりスレンダーマンよりも人の方が怖いんだね。その通り。人は想像豊かな生き物だからこそ、現実と非現実を区別することが大事だよね。そう、ニックもいやらしい妄想を控えるようにしましょう。それとこれとはちょっと次元が違うよ、ニコ。いきなりでびっくりするわ。はい、ということで、今年で10周年を迎えたスレンダー・ザ・アライバル、アンリアル・エンジン5でさらにリアルになったグラフィックで新たな恐怖が体験できます。そして2024年に新たなストーリーが追加されるだけでなく、マルチプレイ対応になる予定です。フレンドと一緒にアイテム探しをしながら、スレンダーマンの恐怖を体験してみてはいかがでしょうか。友達となら怖くないね。でもスレンダーマン、みんなを追いかけるの大変そう。おっと、たとえ一緒にできる仲間が増えても、スレンダーマンには洗脳された闇部隊の存在がいるのも忘れないようにね。なるほど、マルチプレイのためにスレンダーマンは仲間を増やしてたんだね。そうかもね。おそらくマルチプレイはそれなりにチャレンジ要素が増えるかもしれないね。もし本当にスレンダーマンがいたとしてニコが出会ったらどうする？ニコはね、彼の白い顔に可愛い笑顔を描いてあげたい。スレンダーマンはきっとみんなに笑顔を見せたいから。でもスレンダーマンに近づいたらどこかに連れて行かれるかもしれないよ。それはね、スレンダーワールドっていう不思議な場所に連れて行ってくれるよ。そこは王国みたいでお菓子がいっぱいあって、チョコレートの川が流れていて、みんながチョコフォンデュを楽しんでたり、他の子供たちとみんなで一緒に遊べるよ。それにスレンダーマンは実は超優しいおじさんだよ。なんかニコのスレンダーマンがウィリー・ウォンカのように聞こえるな。はい、
このようにスレンダーマンは架空なキャラクター、楽しく想像すれば恐ろしい存在から愉快なキャラになれるというのをニコが話してくれました。今日はスレンダーマンのゲームと彼の起源について触れました。最後までのご鑑賞 Thank you very much。 それではまたお会いしましょう。あとね、スレンダーマンが時々夜中にベッドの下からおやすみ私のテディベアって言ってくるよ。怖いわ。